青い魚がいるんだけど、なんだろう。ちっちゃい青い魚。おはようございます。土砂降りです。土砂降り。おはようございます。10月22日火曜日朝の8時56分ここは長崎県南松浦郡新上五島町、五島列島の中通り島です。昨日の夕方到着して岸壁のそばで休息してました。今日行くところは、ここから10キロぐらいのところで荷物は、大型精密機器が2台、大型冷蔵庫みたいな2台と段ボールケースが30個ぐらいです。卸しが午後1時となってます。で、帰りの船が4時過ぎだから、卸したらすぐまた戻ってこないといけないですね。で、佐世保に着くのが7時となってます。で、ハンドリフト持って帰らないといけないので、帰りにはなしですね。改装ということになります。昨日夕べここの岸壁で釣りしたんだけど、カサゴが3匹釣れました。小さいけどね、このぐらい、12、3センチ。久しぶりにカサゴ釣って楽しかったです。この辺、今また岸壁覗いてみたら、すごく透明度が高いですね。海の底が見えますよ。で、青い小魚がちょろちょろいっぱい泳いでるんだけど、何かなと思ってネットで調べたら、なんだっけ、なんとかスズメダイの仲間みたいです。はい、こう土砂降りだと散歩もできないですね。ということで、ちょっと今コンビニ行ってトイレ借りてきて朝ごはんを買ってきました。それを食べてコーヒーでも飲んで、ちょっと時間を潰そうかと思います。おにぎり、パン、スタバのコーヒー買っちゃった。ちょっと値段を見間違えて買ってしまいました。間違いなく美味しいんだけど、ちょっと高い、1000円ぐらいしたの。はい、どうもよろしくお願いします。やってんのかな。すぐに
お腹いっぱい。朝おにぎり食べてるからお腹いっぱいで、暑くなってきた。ちょっと太陽が顔を出してきて、だいぶ蒸し暑くなってきた。11時50分、12時になったら出発します。また雨が降ってきました。12時20分、時間調整、まだ早すぎるから。いいね、漁港。もう魚がいっぱいいる。あの空スズメダイ、綺麗だね。真っ青。出た。はい、午後1時35分、新上五島町完了です。最後出るのが大変だった。まあ狭いところで空き地を借りてるから、そこに頭突っ込んで、でゲート開けて後ろから荷物引っ張り出して、で地べたでパレットに乗せてハンドリフトで10メーターぐらい移動して倉庫に入れるっていう感じでした。まあ地べたがね、真っ平らだったらもっと楽なんだけど、もうガタガタだったから、まあ3人荷物押さえてもらって下ろしたので、まあガタガタしてたけど倒れることなく下ろせました。まあ、あとは最後は段ボールケース平台車に乗っけて3回ぐらいでやりました。すごい蒸し暑い、蒸し暑いです。じゃあこれからピューとフェリー人に向かって、フェリーの時間が午後4時ちょっと過ぎということで、急いで戻りたいと思います。まあ釣りもできたんで、まあ楽しめたんじゃないでしょうか。では戻りたいと思います。道路をカニが横切ってた。危うく引いちゃうとこでした。今度は猫、子猫全然逃げない。
トンビが群がってる。トンビが群がっております。今乗船手続きしてきました。なんか生暖かいですね。あのビルもクジラの形してる。おお、でかい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 。60センチぐらいあるでしょ。